黒江局長。南シナ海におきまして、自衛隊がどのような活動をするかという点につきましては、今国会におきましても、幾度かすでに質問が出まして、これに対して防衛大臣からも明確にお答えをしておりますけれども、これまで我々としては、具体的な行動の計画というのはないけれども、今後その点についても検討していくべき課題であるというお答えを累次いたしてございます。その内容を受けまして、統合幕僚監部におきましても、今後の検討課題であるということを記述したというものでございます。質問を継続してください。質問を継続してください。委員長、時間止めてください。答弁に不満だったら、立ち上がってしたらどうですか。はい、小池君。止めてくださいね。これは審議の前に出された文書で全く説明されてないことが、南シナ海という地域名も特定されてるわけで、それに対して全く答えてないわけですから、こんなことを繰り返しても時間が無駄ですから、止めてください。ダメです、止めてください。ちょっと協議してください。同じこと答えるから、どうせ同じこと答えるから。委員長が発言いたします。ただいまの小池君の質問に対して正確に明瞭に答えられるなら答えてください。中谷大臣。はい、南シナ海の活動におきましては、私は大臣として国会におきまして、これは課題であるということは数回以上答弁をいたしておりまして、その内容におきましてはまさに私の答弁と全く同じでありまして、今後の課題であるという記述そのものでございます。小池君。国会の審議だいぶ進んだ後でね、答弁したことを今みたいこんななんか最初から言ってたかのようにね、言われたって、これは全く国会を欺くもので、これでは、委員長ね、これではもう同じことですから、ちょっときちっと協議早期止めて。